どうも、チョロです。ポケゴーの PVP の動画を上げさせてもらっております。今回はですね、普段あんま使わないんですけれども、ちょっとね、ポアルンとね、あと、やる気者使ってみようかなと思いまして、うん、パーティー組んでみました。まあね、ちょっと、スーパーリーグ遊びすぎちゃって、まあね、まあ楽しかったんですけれども、なかなかレート上げられなかったので、まあハイパーリーグからね、ちょっと頑張っていこうかなと思ってます。というわけで、こちらポアルンで、相手メガニームですね、これは出し負けてるので、まああれですね、トロピウスを出していきました。で、相手ね、これ変えてこなかったんですよね。うん、ゲージだけ貯めて、下げたって感じですかね。まあこれが、相手にとって吉と出るか凶と出るかちょっとわからないんですけれども、まあちょっと頑張っていきたいなと思ってますね。うん、でまあこれあれですね、リーフブレードを入れることができて、で相手あれですね、結構貯めてきてますねこれ。わざわざスリーパー出してきたってことは、こちらにね絶対打点持ってるはずなので、まあ打ってくるかなと思ってるんですけれども、これ全然打ってこないんですよね。なんですかね。まあでもここはね、シールド貼っていって、でこれで相手が打ってきたのが雷パンチですね。雷パンチか、これちょっとびっくりしましたね。これはどうだったろう、相手こちらにあれなのかな、打点がないのか、あるいはなんか雷パンチを打って実はもうレートパッド持ってましたみたいな引っ掛けをしてこようとしてるのかちょっと分かんなかったですね。まあでもこれはもうあれですね、交代時間が来たのでポアルンを出していきます。もうポアルンはね、なんすかね、メガニームに、ね、当てられてどうせ負ける運命なので、ここもうね、ポアルンに交代する時間が来たのが良かったですね。で相手のゲージをね、無駄にすることができたので、かなりね不可解な動きだったのでちょっとびっくりしたんですけれども、相手なんで打ってこなかったのかな、ちょっと分かんないですね。でここでさらに相手が出してきたのがあれだったんですよね、マリルリだったんですよね。これもちょっと意外で、これ押し間違いなのかな、ちょっと分かんないんですけれども、メガニーム出せばね、まあ、絶対勝てたと思うんですよね。で、ここでね、さらに相手がね、今更メガニムを出してきて、で、しかもここでゲージ入ってしまったら、こちらあれですよね、トロピウスが裏から出ていって、で、こちらね、なんすかね、飛行型というかエアスラッシュ型なので、これも断然こっち有利なので、ちょっとかなりわかんなかったですね、相手の動きが。これも地震が来ようか、なんすかね、ハードプラントが来ようが、これもう防ぐ必要ないので、これは受けていって、で、こちらはね、ゲージ溜まったらね、つまめ返し打っていけば OK なので、ちょっとわからなかったですね。あれなんですかね、マリリリが、出てきたところはちょっと、もしかしたら相手の押し間違いなのかなっていう気がしないでもないですね。だからこれ、つばめ返し打っていって、これで相手のメガニムを倒していって、でもこれしか相手ね、HP 残ってないので、これはあれですよね。これゲージ入ってしまったらなおさらもう相手勝ち目ないですよね。こちらもシールド1枚とやる気者で戦っていけるので、まあ、だいぶね、ちょっとスリーパーのところから不可解な動きではあったんですけれども、まあ、これはちょっとラッキーだったかなって気がしますね。まあ、最初出し負けていたので、相手のミスに救われたのかなっていう気がしてます。だけど最後に、あれですね、と思ったら相手諦めましたね。対戦ありがとうございました。そうですね、かなり不可解でしたね。相手のスリーパーがゲージ抱え落ちしたのもそうですし、ポアレンが戻ってきた時にメガニング出せなかったのもそうですし、ちょっと相手、ゲージを大事にしすぎたかなっていう気がしないようなないですね。で、こちらポアルンで2戦目なんですね。こちらポアルンで相手、シャドウ怪力ですね。これは、一応ね、シミュレーション上はね、出しがってるんですよね。ただね、なんか、どうなんすかね、ダメージレース見てると、なんか、勝てる気がしなかったんですよね。なので、まあ、あれですね、相手のクロスチョップのタイミングで、トロピース出していって、こちら飛行型なのでね、戦っていけるということで出していきました。で、相手がここで追っかけてきたのはダーティングで、これも OK ですね。ね、こちら、なんですか、飛行型なので、で、これね、早いんで、これビーフブレードだと思うんですよ。なので、これは受けていって、で、そうですよね、リーフブレードですよね。で、こちらは、まあ、シールド貼ってくるのかな、わかんないですけど、とりあえずつまみ返しを打っていって、まあ、確実に倒すか、まあ、シールド剥がすかしていこうかなと思います。で、これでシールド剥がしていって、で、どうですかね、次、相手技打ってくると思うんですが、まあ、結構溜めてきてるかな、今度は。ただ、こちらは、あれですね、ここでもリーフブレード打っていって、相手これ貼ってくるんじゃないかな、貼ってきますよね、そうですよね。で、これ相手が貼ってくるのであれば、こちらはもうシールドを貼っていけば、なんすかね、
このダーティング突破できるので、相手のシールも剥がしきってますし、これはいいんじゃないかなと思いますね。というわけで、まあ、このままエアスラッシュだけで削っていって、で、これね、早いんで、これはおそらくリーフブレードですね。なので、これは食らっていこうと思います。シールドをね、大事にして、うん。で、まあ、リーフブレードは死なないんでね、こちら、二重耐性があるくて、で、こちらもエアスラッシュだけで削っていって、相手のダーティングを倒して、で、これで裏からね、戻ってくるポケモンに、問答無用で、つまめ返しを打っていくって感じですね。まあ、怪力の可能性があるので、ここはもうつまめ返しを打っていって、これで倒しきるって感じです。でも、こうなればあれですよね、こちら、勝ちですよね。うん、というわけで、対戦ありがとうございました。そうですね、なんかシーズン3になってから、もう本当にいろいろポケモンが出てくるようになって、もうね、何出してもダメなんじゃないかなっていう気がしてならないですよね。もう、なのでね、本当はもう、もう固定してやった方がいいんじゃないかなって思いますね。だけど、まあ、3戦目なんですが、こちらポアルンで相手、あれですね、シャドウラプラスですね。もう、シャドウラプラスとか、もう意味わかんないですよね。まあ、これ、どうなんですかね。出し勝ってんのか出し負けてんのか全然わかんないですね。ただまあ、ダメージレース見てると、どうなんですかね、出しがってるような気がしないでもないんですけれども、ただ相手もね、結構ゲージ溜めてきてるので、で、これね、おそらくね、ロケット頭突きなんじゃないかなと思ってますね。こんだけ溜めてきたら、まあ、ロケット頭突きを打って、なんすかね、自分の防御を上げながら、で、シャドウで攻撃力が高いのでっていう、そんな感じでやってくるのかなと思いますね。で、ここで実際打った相手が打ってきたのが、ロケット頭突きで、で、まあ、ロケット頭突き打たれて相手の防御があったのであれば、こちらやる気者を出していけば、相手の弱点ついてるので、まあ、相手の防御が上がっても、なんとか戦えるかなってことで、もう、やる気も出していきました、で、ここで、相手が後追いしてきたのがエアアームロで、で、これどうなんですかね、エアアームロとやる気者って、まあ、シールド2枚同士だったら結構いい勝負するかなって印象があるんですよね。ただまあ1枚なのでこれはどうかなって感じですね。まあおそらくねゴッドバード相手打ってくると思うんですけれども、まあこの一発はギリ耐えると思うんですよ。で、これ耐えていって、で、どうかな、のしかかりを打ってたらね、バンバン剤ですね。というわけで、まあ、やっていってるんですが、ここで、うまくね、のしかかりをね、最後ね、打つことができたらね、これはもう偉いですね。もう、やる気者をね、さすがやる気があるだけあって、しっかりね、サイコッペかましていくことができたので、これ大きかったですね。これで、まあ、やる気者はやられていって、で、こちらは、まあ、トロピウス出すわけにはいかないので、まあ、ポアルンですよね。ポアルン出していって、水鉄砲で、起点にさせてもらうって感じですね。これで相手にゴッドバードを打たせなければ、もう完璧かなって気がするんですけれども、で、打つ前にね、立つことができたので、これ大きかったですね。で、おそらくラプラスが戻ってくるのかなと思ったら、ここで出してきたガラルマッキョで、これも意外でしたね。これは、だって、あれですよ、相手、地面鋼タイプなので、これ、こちら有利ですよね。なので、まあちょっと、かなり、不思議だったんですけれども、まあ、あれですね。で、これは、あれですね、防いでいきます。というのも、こちら裏、最後、トロピウスなので、ラプラスにね、二重弱点つかれているので、まあ、これはね、できるだけ、あれです、ポアルンで戦っていって、で、ここで、なんかトロピウスを取っておいてもしょうがないので、トロピウスを出していきました。ここで、ね、出しておかないと、ポアルンがやられてしまうと、もう相手を、ね、倒しきることがね、おそらくね、できないと思うんですよ、このラプラス相手に。なので、まあ、ここで、相手のゲージがまだ溜まってないうちに、さっさとトロピウスを出していって、シールドを1枚削っていくっていう動きを、しました。で、これでまあやられてしまうんですが、こちらポアルには溜めて下げているので、なんとか戦っていけるかなって気がします。で、相手、これトロピウスにロケット頭突き打ってるので、これおそらく波乗りですね。なので、これは普通に打てていって、といっても結構食らいましたね、これね。なので、まあ、あれですね、きっと、どうなんだろうな。出し負けでしたね、これ。相手がロケット頭突きじゃなくて、波乗りを連打してくるようであれば、これポアルに、ね、負けてましたね、きっと。で、こちらは、最後、ラプラスで起点にさせてもらったので、まあ、こんな感じでですね、ウェザーボールを2連発で打っていって、で、これが、入って、相手の、ガラルマッキョを倒して試合終了って感じですね。だけど、対戦ありがとうございました。本当、今シーズンはね、マジ魔境ですよね。もう、どこを潜っても、本当にね、変なポケモンばっか出てきて、もうね、わかんないですね。ほんとわかんないですね。というわけで、まあ、次の試合なんですが、こちら、ポアルンで相手、あれですね、なんだったっけ、これ、雪の方ですね。これ出し負けているので、こちらは、やる気者に変えていきます。
これね、かなり辛いですね。こちらポアルもトロピウスもやる気者にね、どちらもね、貫通されてしまうので、ちょっと辛いかなって気がします。で、まあしょうがないんで、ここがやる気者を出していって、でこれね、相手がね引いてこなくて、しかもね結構ダメージ与えられたので、これはね大きかったですね。これで相手がね即座引いてくるようであれば、ちょっとね勝ち目なかったので、これだけ削れば、まあトロピウスもね、こちら飛行型なので、トロピウスにね何とかしていけるんじゃないかなと思ってます。だけで、相手がドクロックを出してきて、で、これは、のしかかりを打ってきます。こちら先に出てるので、ね、ここでのしかかり打ってたの大きかったですね。で、もう一発のしかかり打てれば最高なんですけれども、さすがにちょっと間に合わないかな。カウンター痛いですもんね。で、まあ、ここは、どうしようかな。そうですね。ポアルですね。ポアル出していって、で、おそらくね、相手ね、泥爆弾をね、撃ってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、これヘドロかな、ヘドロですね。まあ、これでも受けていこうかなと思います。耐えられると思うので、これ受けていって、で、こちらは、開始のウェザーボールを撃っていって、これでね、相手張ってこなければ、相手落とせますし、おそらくね、落とせますし、張ってきたら張ってきたで、トロピウスで戦っていけるので、ここがトロピウスを出していきます。で、これね、相手ね、泥爆弾を撃ってくるかなってタイミングだったので、これはもう完璧なタイミングで出せてよかったですね。相手ね、結構溜めてたので、ヘドロ撃った後に泥爆弾撃ってくるだろうなと予想していたので、まあ、しっかり、交代が決まってよかったかなと思ってます。で、まあね、相手の撃機能も出てきたんですが、仕事をさせる間もなく、しっかり倒し切ることができて、で、こちらね、さらにね、起点にさせてもらってるので、ドクロックとね、この、なんですか、さっきの、なんか、雪の起点にさせてもらってるので、まあ、リーフレードをどんどん打っていけるので、これはもうだいぶ OK なんじゃないですかね。だけど、相手がここで技を打ってきて、でもこれは一発なら OK かな、受けて。でも張りましたね。もうこれはもうトロピウスで、倒しに行くって決めましたね。だけどここで、リーフブレードを打っていって、でもこれ入ればね、もうだいぶ必死になるんじゃないかな、相手。で、まあ必死になると思うので、あとはエアスラッシュだけで削っていって、で、戻ってきたドクロックに、技を当てていきたいんですけれども、でももうドクロックはもう、あれかな、HP 残ってないかな。だけど相手諦めましたね。対戦ありがとうございました。今のバトルは相手があれですね、雪のを大事にしてこなかったのが大きかったですね。雪のを大事にされてたら、かなり辛いバトルだったかなっていう気がします。まあ今回ね、強いですよね、雪のをね。だけどはラストなんですが、こちらポアルで相手マッキョですね。これね、シミュレーション上は一応勝てるようになってるんですけれども、なんかね、どうなんですかね、これなんか微妙だと思うんですよね。というわけで、相手が打ってくるタイミングで、こちらトロピウスを出していって、相手のね、砲弾を透かしていこうかなと思います。これでね、トロピウスが後追いされると、まあ、辛いは辛いんですけれども、まあ、なんとかなるかな。というわけで、まあ、実際に、ね、ここで出てきたフリーザーで、これは、まあ、一応、凍える風食らったら一撃だと思うんですけれども、まあ、とりあえず、ここで一発、あれですね、つまめ返し打ってたから、まあ、これはこれでも OK かなって気がしますね。相手シャドウだったのでダメージも結構大きかったですしね。で、ここでこちらは、ポアルに出していこうかな。ポアルに出していって、ポアルならね、相手の凍える風をね、軽減で受けられるので、まあ、ポアルに出していこうと思います。で、ここで相手が凍える風を当然打ってくると思うので、まあ、でもこれは受けていくかな。だけど、まあ、ここを受けていって、で、そうですね、今一つ受けていって、ただね、やっぱポアルそんな耐久ないんで痛かったですよね、やっぱり。で、相手が次を打ってくるかなっていうタイミングで打ちたかったんですけれども、ちょっと間に合わなかったですね。ただこれ、どうかな？まだ食らって OK かな？やられないと思うので、これ受けていって、で、あれですね、こちらは相手をギリギリまで削ったら、やる気者出していきます。ポアルね、せっかく溜まったゲージをね、瀕死のね、なんすか、あいつ、フリーザーに打つぐらいだったら、裏にね、溜めて打った方がマシですし、あと、なんすか、攻撃下がってるので、ゲージ溜めて下げたっていう感じですね。で、相手がここで出してきたのが、マッキョで、まあ、これは、まあまあ戦っていけるんじゃないかな。お互いのシールド2枚残ってるんですけれども、こちら、あれですよね、ゲージ溜めて後ろ下げてますし、まあ、瀕死とはいえ、まあ、そこそこやっていけるんじゃないかなと思います。相手がここで技を打ってくるので、まあ、これ張ってきますね。もうこれやる気者しかね、まともに HP 残っているポケモンいないんで、相手の3体目は分かんないんですけれども、まあ、やる気者でね、なんとか戦っていこうかなと思います。
で、相手の3点は分かってないんですけれども、やる気者相手にマッキョ出してきたってことは、相手あれなんですよね、マッキョじゃない、やる気者にそんなしっかりとした回答を持ってないのかなっていう気がしますね。というわけで、ここで相手が技を打ってきて、これ泥爆弾でしたね。これ OK ですね、からってきて。で、ここで、ポアルも出していって、ウェザーボールで奇襲をしていきます。これで相手のシールドを剥がしきって、あるいは倒しきって、張ってきましたね。で、ポアル結構食べてるので、まだ戦いますね。で、相手なんか出してきたんですけれども、どうかな、これ、まあ、これはね、もう打つしかないんで、これ打っていって、で、これ、あれでしたね、レジスチルでしたね。これはちょっと、まあ、辛いっちゃ辛いんですけれども、ただまあ、もう一発、どうだろう、ウェザーボール打てるかな。これ打てたの大きかったですね。これを打てたことによって、相手にダメージを与えることができましたし、あとは、やる気者が、なんすかね、シールド残ってるので、十分戦っていけるかなっていう気がしますね。ここで、ポアルンがやられることによって、逆に相手のね、レジスチルを着て、ゲージを貯めることができるので、そうですね。相手シールド残ってないので、これはあれですね。カウンターだけで落としていって、で、相手の技、ゲージ技は、シールドで防いでいって、で、あれですね。相手のマッキョが戻ってくると思うので、戻ってきたらすかさず、のしかかり打っていくっていう動きで、まあ、もう、これは勝ち切れるんじゃないかなと思います。というわけで、ここで、レジシールドを倒していって、戻ってきたマッキョにすかさずのしかかりを打って、勝負ありっていう感じですね。今回は、そうですね、やる気者がかなり頑張ってくれるかなっていう気がしますね。だければ対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。普段あんまりね、使わないポケモンでね、今回戦ってみたんですけれども、まあでも悪くなかったですよね。初手のポアルンが、割と刺さってたかなっていう気がしますね。まあポアルン出していって、で、まあ、出し負けの引き先としてはやる気者っていうところではあったんですけれども、まあ、どうですかね、まあ、トロピウス出した戦いもあったので、まあ、なんとも言えないところなんですけれども、まあ、基本的にはね、引き先はやる気者を出していって戦うっていう感じになると思います。ただね、このパーティーはね、まあ、まあ、減ったとはいえ、チルタリスが結構ね、厄介なんですよね。まあ、総合力で、やる気者とポアルを駆使してなんとかね、倒していくっていうような動きにはなると思うんですけれども、まあ、チルタリスがね、来てしまった場合はちょっと辛いかなっていう気がしますね。でも、どうですかね、環境に多いあいつ、なんだ、アローラガラガラとかもそうですし、あとはまあ、マリルリにも一応勝てるのかな、ギリ勝ちなのかなっていう気がしないでもないし、まあ、デオキシスにも勝てますし、あとは、なんだろうな。まあ、地面系ですよね。ガラルマッキョとか、マッキョとか、その辺とかにもね、一応ね、勝っていけるっていうところがあるので、まあ、出し負け自体はそんなに少なくないのかなっていう気がしますね。少なくないんじゃない、多くないのかなっていう気がしますね。なので、まあ、割とね、戦えたかなっていう感じがしてます。というわけで、まあ、いかがでしたでしょうか。今回の動画がね、良かったと思う方は、いいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、ポケモンの詳細に関しましては、記事にして概要欄に貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。